どうも、ただいま帰りました。喉を一痛めつけてやりました。どうもどうも、こんにちは。はい、わたつ。はい、わたつ。みんないらっしゃい。楽しんでってね。あ、間違えた。よいしょ。わたつ。もう朝5時半だからみんな寝てるよな、この時間は。誰も起きてないでしょ。誰か起きてんのかな。人があんまりいる時間帯じゃんよ。だいたい朝7時ぐらいからまたバーって増え出すけどね。そうだね、一周して起き始めたね。みんな意外と早起きなんだよね。おやすみって言ったけど、もうおはようって言ってたよ、何人か。みんなね、意外と和道リスナー早起きする。なおさんおはよう。なおちゃんおはよう。おはようございます。10時間経ってるから。あー、もう10時間もやってんのか。すげえな。はい、バト2、ゼリーさんいらっしゃい。楽しんでて。あ、でも鼻だいぶスッキリしたな。なんか粘っこい鼻水がブーって出る。風邪ひいてるとなんかすごい鼻水出るんだよね。眠くないね。お弁当作りがあるので潜って聞いてますね。ああ、じゃあ耳のお供にぜひぜひ楽しんでって。ご丁寧にご挨拶までありがとう。嬉しいです。そう、コメント打てるときでいいかんね。ああ、ワドをかそってるなと思ったときは、ちょっと合いの手とか欲しいときもあるけど。だいたい人が集まってきたらね、コメント安定してくるから。ね、喋りが止まってるなっていうときはね、コメント欲しいときですね、僕は。眠くないね。眠くない。ほんとふわっちでナンバーワン取りてえな。イケメン系ばっかりなもんな、稼いでるの。了解です、ありがとう。いい感じで、でも喉が潰れたね。あ、でも呼吸だいぶ楽になった。呼吸がよかった。呼吸だいぶ楽。カラオケ屋ちょこっと覗いてます。あ、覗いてくれたんだありがとう。やっぱノンタンと初めてカラオケ行ったから。初めてではないんだけど、ちゃんと歌ったのが初めてだから楽しかったね。ノンタンとね、何やっても楽しいんだよね。なんでだろう、不思議だけど。ゲームやっても何やっても楽しい。ノンタンとはキラキラしてる。ノンタンが純粋だからだろうね。ノンタンは心が綺麗だから。
本段心が綺麗だよ、擦れてない、そうだな。っていうか、うなちゃんまんの店の牛すじ煮込みめちゃめちゃうまそうなんだけど、ドブニとかディスられてるけどさ、普通にうまそうなんだよね。あの人さ、盛り付けが下手なだけでさ、料理はちゃんとできてると思うよ。味は絶対間違いないと思う。なんか調理法とか見てるけど、盛り付けがね、下手すぎるんだよ。なんかまずそうに盛り付けちゃうんだよね。さ、料理は絶対うまいよ、この人。いや、これはひどいな。これはひどい。もう盛り付けがね、絶望的なんだよ。何このパスタ。チンジャオロースパスタ？この盛り付けはなくない？絶対これうまいんだよ。絶対うまいんだけど、盛り付けがね、センスがないんだよな。俺、ちゃんまんは絶対料理うまいと思うもん。これはなくね？この盛り付けは。なんだろうな。何かが惜しいんだよな。前から思ってんだよね、ちゃんまんのなんか作り方とか色合いとか見てて、あ、この人絶対料理はうまいだろうなっていう。あ、チンジャオロース焼きそばか。食べればいいって感じだよね。店盛り付けが絶望的だよね。うん、ていうか、ちゃんまん、あれだな、復活近いな。つぶやきの数が半端じゃない。これ復活するぞ。予言しておくわ。そろそろ復活するわ。つぶやきの数が異常に多い。これね、闇将軍と同じ現象だから。配信し、そう、ゆいがさんと一緒。あのね、ツイッターが、ツイートが頻繁になってくると、発言したくてしょうがなくなってんだよ。そう。要は、あの、なんつうんだろう。ツイッター、配信者にとってツイッターって、代替のツールでしかないから、そう、今放送できないとか、その、状況とかでツイートをするんだよ。配信回せるとき配信回すから、俺らは。いつか食べてリポートしてほしい。俺できんだよ。俺できん。できんっていうか、一回も行ったことがないんだよ。入ろうとしたらできんだよって言われたから。おめえなんか入れるわけねえだろうか、バカやよ。何のこのこ来てんだよ、とか言われて。うん、マジかと思って、うん、悲しいよね。解除ね、どうだろうね、うん、嫌われてっかな、ちゃんまんにな、うん、結構厳しいと思うけど、予約制の店らしいよ。電話で予約しないとダメなんだって。残念だよね。ていうか、なおちゃん、なおちゃん料理しなくていいの？コメント打ってて大丈夫？普通にお弁当作ってて大丈夫だからね。無理しないで。うん、お弁当作りな。てか、たかしのツイッター怖えな。たかしのツイッターすげえ怖え。たかしってほんと表情変わらないよね。たかしはほんと結構重たい発達障害を持ってると思う。なんだろうね。別に顔整ってるし、そんなに変じゃないんだけど。喜怒哀楽がなさすぎる。うん、かっちゃんいらっしゃい、うん。表現するのが苦手なんだろうな。
たかしってなんかあれだよね、あの古谷実の作品出てきそうなキャラだよね。うん、でもさ俺さ、あのこれ正論だと思うんだけど、配信者が社会問題を起こすみたいな風潮あるじゃん。俺絶対違うと思ってて、あの実は犯罪の抑止になってると思ってんの。要は配信回しながら犯罪が過剰にやってるんじゃなくて、バカがいっぱいいたわけよ。だけど配信回してたりとかツイッター回してなかったから埋もれてただけ、埋もれてただけで、地元にバカな先輩とかいっぱいいたでしょ。で昔の方が過激なことやってたはずなんだよ。だけどカメラを回して人が集まっちゃうから、そのこういうのが増えたように見えるだけだと思ってるけど、実は抑止力の方が強いと思ってる俺。何回、あーもう配信もうほっといていいよ。そういえば今日な、関さんの都市伝説スペシャルあるけど私のところは見れなくて悲しい。ああそうなんだ。まあ YouTube に載るでしょ関だったら。うん、まあ毎年楽しみだよね、うん、3時間スペシャルとか。なんかもうやりすぎ工事、そういう番組になっちゃったもんね。もともといろんなコンセプトあってすげえ面白かったんだけど、都市伝説まあ嫌いじゃないけど、それだけやる番組になっちゃうとちょっと悲しいよね。爆走はな、自分が嫌われてる理由が分かってないからな。ラリラリさんいらっしゃい。関明夫って言って、あのフリーメイソンとかの話する人だね。都市伝説で一番有名な語り手で、ハローバイバイっていうあの漫才やってたんだけど、コンビ組んでたんだけど漫才では売れなくて、で10年後ぐらいにその信じるか信じないかあなた次第ですっていうのすごい売れた人。俺の放送好きだったら関明夫は絶対好きだよ。うん、面白いと思う。俺も大好きだから。そう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 、セキルバーグカフェって東京にあるから一回行ってみたいんだよね。関がやってるお店があるんだけど、関はね、あのなんつうの、役者みたいにその台本喋らせたらめちゃめちゃハマるんだけど、あのすごい上がり症でコミュ症だから、あの生放送とかねテレビのフリートークとか全然できない。関面白いよね。だから番組の作り手、裏方がすごい、プロデュースが上手くてハマったパターンなの。あれはいいプロデュースだと思う。でもね、あの世の中で都市伝説だと思われたことが実は本当だったことも結構あるのよ。だからその都市伝説だって言って一概にそのバカにできない部分もあるんだよ。こんなの都市伝説だろうっていうのの中に本当のものが紛れてるたりするから。ラオウさんいらっしゃい、コメントありがとう。風船プレゼントありがとうね。ありがとう。大事に使います。風船プレゼントありがとう。大事に使うね。ありがとうね。風船ありがとう。
減ったな。起きてから何も食ってない。いや、俺はこれくらいの声が好きなんだよね。自分でしゃがれてる声とか枯れてる声が好きなんだよね。本当は自分の声嫌いって言ってたじゃん。こういう感じの声が好きなの。だから結構今イケボだなと思ってる。枯れてる声って良くない？俺結構好きなんだよね。なんかだし、このコア表っぽい顔に合うじゃん、しゃがれてる方が。抜けが良すぎるんだよ俺の地声は。いつもの声は好き？本当に結構ね、女の人で好きって言ってくれる人いるんだけど、俺はね、自分の声コンプレックスなんだよね。モンタヨシノリ、何モンタヨシノリって。体調補給いらっしゃい、風船ありがとう。モンタヨシノリかわかんないけど、枯れてるぐらいの声がちょうどいいね、自分的には。ダンシングオールナイト。うわ、ごめん、何言ってるか全然わかんないよ。何の話をしてんのか全然わかんない。わかんないね。声いい。鼻声だよね。俺ほら慢性鼻炎だから、逆に鼻呼吸できるようになったのほんとここ1年ぐらいなんだよ。鼻がずーっと詰まってて、薬でようやく通るようになってるから、その鼻で息を抜くとかいう理屈がよくわかんない。鼻声、鼻声、鼻にかかった声、ね、しょうがないんだよね。鼻がと口呼吸しかできなかったから、それはね、子供の頃からそうなんですよ。年の違いがわかるっていうか、何の話をしてるのか全くわかんない、ね。歌手わかんねえわ。わかんない。何の歌歌ってる人かもわかんないね。有名な人なんだろうね、多分ね。おじさんわからない。おじさんわかんない。昔の歌手なんだ。ダンシングオールナイト好き？鼻呼吸、要は口でしか呼吸できない。普通の人って口を閉じて鼻で息するぞ。それができない。鼻がずっと詰まってるから。台風の外にいる。へえ。普通の人は鼻で呼吸するんだよ。俺は最近薬とかで、その、なんつうの、鼻の、その血管広げたりとか、鼻水が出ないようにするっていうのを出してもらって、ようやくできるようになった。苦しいっていうか、まあ、それが当たり前だった。俺はね。鼻呼吸できない。薬飲むとじゃなくて、点鼻薬っていうのがあって、ナザールとか言うんだけど、アラミストとかナザールっていう薬があって、俺がよくやってるでしょ。これ。こう、シュッシュッって。これでシュッって鼻にやんだけど。キャップ外す。おー、ブルさんおはようございます。さっきジェダイのところ行ったね。ジェダイのところ行った。これを鼻に入れてこう、シュッシュッってやる。そういうのあるよ。耳鼻科でもらえる。で、俺、なんで、その、病院行かなかったかっていうと、子供も4歳ぐらいの頃から、小学2、3年生ぐらいまで毎日通ってたの。毎日通っても一向に良くなんなくて、俺は病院嘘つきだと思ってて、全然治らないのよ。もう良くなる気配が一個もなくて。で、最近30になってから、まあ、たまには耳鼻科行ってみるかと思ったら、すごい薬が効いて、パチンコ玉やろう。どうしたのんだ。これこれか、はい、言ってくれたらいいのに。パチンコ玉やろうがよくわかんねえな。なんか面白い髪型になってた。寝るときに口開いちゃう。あ、女の子はなんか寝てるときブッサイクになる女の子ちょっと嫌だよね。
いるよね。あれこんなこいつブスだったっけみたいな。女の子がなんか寝てるとき可愛いとすごいテンション上がるけど、寝てるときすげえブスになる女っているんだよな。大丈夫かよみたいな。抱けねえわっていう。ごめん抱けねえわっていう。あとこれ俺の中の理論なんだけど、セックスするときにブスは美人になるので、美人はブスになるの。これね絶対あると思うんだよね。セックスするときにブスは美人になって美人はブスになる。これ法則、男ならわかるって言ってくれると思う。わかるよねこれ。わからないかな。これあるんだよ。わかるよね。そう。あれこいつこんな可愛かったっけみたいな。むしろベッドの中だけではめちゃめちゃ美人じゃんっていう。不思議な現象だよね。そうそうそう。ブス顔になる。あ自分のこと美人発言ですか、美咲先生。基本ブスとはやらないな。かっけえ、ブルさんかっけえっす。めっちゃかっこいい。俺ブス戦だから、ブス戦っていうかなんだろうな、ストライクゾーンめちゃめちゃ広いからな。何でもありだからな。だから俺もうほんと顔あんま見ないんだよ。本当に付き合うとか付き合わないの基準で顔で選ばないから、俺のんたんが美人なのに1ヶ月ぐらい経って気づいたの。ほんと顔で選ばないのね。性格とか声とかはすごい気にするんだけど、なんかあれってのんたん美人と思って。本当にそうだよ、のんたん俺後半で言い始めたよね、付き合って。本当あれ顔整ってないみたいな、あ美人だったんだみたいな、よく見たら美人だみたいな。いい男とやるとあれって思うことなら、いやあのね、それはね俺理論的に説明できる。いい男のセックスは雑だよ、これ当たってるでしょ。イケメンのセックスは雑。これね、これ俺絶対そうだと思う。なんでかっていうと女に困らないから。要はセックスするチャンスが多いから雑にセックスできるんだよ、絶対これはあると思う。いい男が丁寧な訓にはしないと思う。見た目100%なんだ。俺はなんか、いや別に男でそういう人いっぱいいるからいいんだけど、なんかそれってもったいないなと思うんだよね、顔で選ぶのって。なんかそれってなんか、なんつうの、風俗行く感覚とか AV で抜く感覚に近いっていうか、多分ね、なんか恋愛ができないだろうなっていう風に感じる。だから結構そういう人に相談されること多いもん。あのぶっちゃけた話、恋愛できないわっつって、好きになれないからその感覚わかんないとかよく相談受ける。なんかその性欲の処理の方法としてしか見てないから、女性のことを。それでね、結構ね、あのセックスも気持ちよくないんだよ、実を言うと。あるある、あるナルシーの男と付き合った時下手だった。ビッチがフェラ下手なやつが多いのと同じ。あー、わかるかもしんないな。あ、味噌汁できた、ありがとう。のんたんがご飯作ってくれた。のんたんも一緒に食べる？食べない？俺だけ？大盛りで。ありがとうございます。のんたんが今日夕方来て、もう仕事休んだの朝、もう朝ほんとやばくて熱がぶり返しでさ、で夕方起きたんだけど、そしたら体調良くなってたから、もうカラオケで追い込んで熱出して、あれしようと思ったんだけど、ずっとご飯作ってくれてて、春巻き作ってくれて、俺が春巻き大好きだから、優しい。
俺ね、でもね、結構ね、浅井さんが言ってたじゃん。ブルさんの顔、天下掴む顔だって言ってたけど、俺ね、結構ね、ブルさんの顔好きなんだよね。男でさ、かっこいい顔と、ま、あ、なんつうの、女が好きそうなイケメンって感じの整ってる顔っていうかさ、抽象的な顔、中性的な顔ではないと思う。男、臭い男の顔って感じで、俺結構好きなんだよね。ん？ご飯も来た。ありがとう。おー、うまそう。うわ。女とも一人の異性を長く付き合った経験がある方がエッチはうまいかも。あ、俺一人一人長い方かもしんないな。短い付き合いあんまりしたことないかもしんない。春巻きうまかった？どうかな。どう？俺まずかったらまずいって言っちゃうよ。まあ普段言ってるもんな。お世辞言わないけど大丈夫？大丈夫？箸が2本来てるな。あ、めちゃめちゃ言うから大丈夫。めちゃめちゃ言うから大丈夫。っていうかね、俺が作ってね、いや、このうまかったのは、タコスは抜群にうまかった。で、シチューもうまかったけど、ちょっと味が濃かった。塩が強すぎた。ちょっとね。一杯目うまかったんだけど、二杯目がね、ちょっと濃いなと。もう少しだけ減らしてほしかったけど、基本的にはうまかった。タコスはもう完璧、パーフェクト。パーフェクトフード。タコスまたやってもらいたい。でも俺も最近料理やってねえかんな。の、お、来た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 。おー、え、何？ちょっと待って、俺こんなに食うの？うん、違うよ。余ったら冷凍しておく。どうしようかな。4本、3本か4本でいいよ。あ、いいよ。いや、つばついちゃったりするから、他のお皿で冷凍しちゃってほしい。3本か4本。春巻き大盛り4、8本来たわ。いや、見た目うまそうだったけど。いただきます。のんたんの春巻きでーす。今から実食します。いや、超嬉しい。気持ちが嬉しいよね。手作りのものを食べさせてあげようっていう、こういうの結構感動するんだよね。嬉しいよね。いい彼女だわ。やっぱ男って単純だから嬉しいよ。なんか手作りのものとかさ。なんだ、可愛いよね。なんか解放してあげるって言って、ずっと、風邪ひいてる間ずっと俺の面倒見てくれて。まあ、甘えてて、俺が。嬉しいよね。うん。なんか、当たり前なことなんかないじゃん。世の中さ。そうそう。なんか、
ご飯作ってくれるのが当たり前だとか思わないから、俺は。すごい嬉しいよね。やべ、死んだ。あ、死んだ。強えの、バカ。強すぎるだろ。いただきます。飲んだ箸二ついらねえわ。付き合って3ヶ月ぐらいじゃないの、いただきます。8本いけるんすけど、いやでもね、俺ね、具を見た限りではもう外れだなと思ったんだよね。ピーマンが入ってなかったんだよね。いただきます。あー、くそー、めちゃめちゃうまいんだけど、めちゃめちゃ味はうまいんだけど、なんか透明の、なんつうんだっけこれ、マロニーちゃんみたいな、これいらねえよ。春雨とか余計なもんいらねえ。ピーマン入れてほしかった。味はめっちゃうまい、味はめっちゃうまい。飲んだ、春雨が入ってるから春巻き入れるんじゃない。違うよ、春巻きに春雨なんか入れないよね。いや、ピーマン入れたら完璧だったわ。春雨なんかいらないよ。何春巻きっていうの？え、春巻きってさ、春雨入れるから春巻きじゃないよね。え、普通入ってるって？え、入ってるの？俺初めて食ったよ、今までで。春巻き入ってんのなんか。はぁ、春雨入ってんのなんか。でもわかんない。普通溶けて。おい、春巻きによ、春雨なんて入れねえよ、バカがよ。おい、どこだよ。おい、誰だよ、入ってるって言ったやつよ。おい、どこの地方だよ、言ってみろよ、この野郎。春巻きによ、聞いたことねえよ、バカが。なあ、みんな。おい、にわかがよ、おい。ね、筑前に思い出すね。入ってる。うめえ。うまい、うまい。味はうまいよ。製品とか買うと、うん。春雨入ってるか。うまい。うまい、うまい。うまい。味付けは完璧。うん。ただ、ピーマンを、縦に細くしたやつは入れてほしい。ピーマンとニラってどっちがいい？ニラなんかいらねえ、あんなもん。ニラなんて入れたらブチ切れるわ、うん。ピーマンが好き。まあ、ニンニクも、うん、ニンジンもいいね。ただ、この、春雨は、うん？春雨入ってる派の人手挙げ。春雨入ってない人は手下げ。春雨に入ってる人は手下げ。正論太郎さんは入ってる。マジか、俺が間違ってたわ。いや、どちらかって言ったら、あ、みんな入れるんだ。マジか、うわぁ、マジで？うそ。うん？あ、だから冷凍のとか買ってるとそういう感覚になっちゃう。何？これが正統派の春巻きで、そう、俺が食ってたのジャンクな安いやつだから入ってなかったってこと？あ、やっぱ入ってる。やべえな。じゃあ俺がこれ 100% 間違ってる発言なんだ。あー、すいませんでした。のんたんごめんなさい。これは、こんなに、あ、そう。うん。わかるわかる。いや、ピーマンは入ってないのは知ってるのよ。でも、ピーマン入れた方が俺は好きな味的に。いや、ピーマン入れるとうまいんだよ。
あ、まずだ、乾杯だわ。こんなに久々に乾杯したわ。これは認めるわ。俺が間違ってたっていう。家庭の味だからね。そうそう、だから母ちゃんとかばあちゃんが作るのがアレンジ側だったんだね。あー、勉強になったわ。中国屋に、中華料理屋行って大変なことになるところだったよ。おい、なんだこれよっつって、春巻きに春雨入ってんだけどよ、おいっつって、ガッチャガチャにしてやれよこの店よっつって、大暴れするところだった。ノンタンとピッケル持ってうらーっつってお客様お客様うん、うまい、うまい、うまいわ、うん、うまい。いや、めっちゃ元気出るわ。うめえ、うまい。飲んだ、ごめん、やっぱあと2本欲しい。うまい。うまい。あと2分追加。うめえ。これはうまい。手作りは違うでしょ？うまい。最初から作るの。ありがとう。売ってるのとはちょっと違う。もう全然違う。うまい。うん。飲んだら日に日に料理うまくなってきたんな。しばらく作ってなかったからね。ああ、そうだよね。ブランク開くと分かんなくなるよね、料理って。うん。うまい。いや、違うんだよ。好きな女性に作ってもらうから美味しいんだよ。だからレシピを真似たからじゃないよ。アメちゃんは彼氏に作った時にアメちゃんが作るから美味しいの。カッちゃんが子供とか彼氏とか旦那さんに作るから美味しいの。わかる？いいの。レシピなんかいいんだよ。うまいもんはうまい、まずいもんはまずい。うん。そうそう。料理うまくなる人って基本的そうなんだよ。そうなんだよ。そこだよ。いや、愛情だから料理は。そうそうそう。そうだよ。みんな美味しく作ろうと思ってたら絶対うまくなるから。いや、いいよね。自炊って哲学だよね。ほんと楽しい。うん、あ、クックパッドダメ。クックパッドで料理作る女、最低の女だから。ダメ。クックパッドはほんとにまずい。うん、俺、女がクックパッド見てた瞬間、もう料理やめろって言うもん。ほんと、これほんとだから。俺料理やってる俺から言うけど、クックパッドでうまかった料理一個もないから。うん。あの家の味。うん。いや、これほんとだよ。料理作ってる人ならわかるはず。クックパッドにうまいもんなんか一個もないよ。本当に料理勉強するのは本一冊買うのが一番正しい。クックパッドダメ。いや、結構これマジの持論だから。これよく言うよ。料理でクックパッド開くやつはマジで料理やったことないやつだと思ってるもん。うん。うん。
どういうことか教えてあげようか。どういうことか教えてあげようか。本っていうのは、料理で第一人者になった人とかが出すの。だから、下ごしらえの仕方とか、火の通し方とか、きっちり基礎から学べるの。プロが教えるのが本の。クックパッドっていうのは、素人がこれ美味しいよっていう自慢をしたものなのよ。わかる？もう、まず根底から違うの。例えば、交通事故に遭いました。法律のことわかんない、どうしようって言った時に、弁護士さんにちゃんと相談するのか、素人のヤンキーに相談するのかぐらいの違いがあると思ってる、俺は。うん。参考程度に見るのはいいと思うけど。春巻きあげたのって、もう何そのバカな発言。もうやめた方がいいよ、雨。もう本当に料理やってないのバレてるぞ。春巻きあげたのってどういう発言だよ、もう。ご飯に水入れたと同じくらいバカな発言だよ、ほんと。料理やってねえだろ。お前嘘ついてたろ。料理作るのめんどくさいわ、とか言って。最近やってねえだろ。レンジでチンばっかりだな、多分。雨バレてるよ。おつ。雨おつ。ちょっとびっくり発言だよ。春巻きあげたのってなんだよ。逆にどうすん？ソテーにすんの？変にアレンジっていうか、基礎がなってないんだよね。焼いた？春巻きを焼く？うん。俺ね、あとね、思う。これ、またね、毎度毎度と申し訳ないんだけど、よく言うじゃん。女の子のさ、甘すぎなくて超美味しいとかさ、意外と脂っこくないとかいう女、クソ腹立つっていう話したけど、ね。それでもう一個許せないシリーズあったわ。ごめんね。生春巻き超うまい。生春巻きって知ってる？絶対に揚げた春巻きの方がうまいから。もういい加減にしろよ。女ども。女ども。アボカド食ってマグロみたい。ほんと美味しいマグロみたい。マグロ食え。なぜアボカドを食う？もうね、ほんとね、女って頭おかしいと思ってんだよ、ほんとに。甘いスイーツを食いたいんだよ、俺は。甘くなくて美味しい。やめちまえ、甘いの食うの。うん、思わない？生春巻きをやたら押す女。生春巻きって美味しいよね、って。もう絶対にお前揚げた春巻き食うなよ、今後って言いたいの、俺は。揚げた方がうまいから、うん、本当に女はね腹立つ。女のそういうところが俺大っ嫌い。わかるぞ、うん、うまい。俺でも、そう、アボカドのカルパッチョがあるお店、なんだよ、それ。本当に食いてえのかよ。そう、ブルーさん。アボカドのカルパッチョなんか食いてえと思ったこと一回もねえよ。なんだ、それ。吉野家の牛丼の方が100倍うめえ感だ。なんだろう、アボカド、アボカド。生春巻き苦手？うん。なんだろうな。なんか味覚狂ってんじゃねえかなって思うんだよな、ほんと。うん。正直に言うと子供生まれてから料理しだしたから料理うまくない。いや、あのね。料理って、うまくなるんだよ。
あれ年数とね、要はね、俺がよく言うのが、手間暇なんだよ。俺、店で東京とかで出してるお好み焼き屋さんよりも、ぶっちゃけた話、店よりうまいお好み焼き屋作れるのよ。で、これなんでかってよく言うんだけど、よくね、料理って愛情だよって言うけど、これ言い方をもっと変えるべきだと思ってんの。料理って手間暇なのよ。手間と暇をかけることなの。あと、調味料いいの使えっていうのがあるんだけど、のた、ちょっと醤油持ってきて。ごめんね。醤油持ってきて。あのね、これ本当だから覚えてもらいたいんだけど、素材を良くしようよりも、まず先に、こればあちゃん、調理人のばあちゃんから教えてもらったんだけど、うちの醤油は、まず柿醤油なのね。高そうじゃん。これ600円ぐらいするやつなんだよ。でも、で、調味料で200円の醤油使うか600円の醤油使うかで、割高に感じるじゃん。全然違うの。ここを良くするだけで、あの、普通の卵とかでも、うまいんだよ。そう。ありがとう、のんた。だからみりんとかもちゃんと、あ、のんたありがとう。あの、調味料をいいの揃えると味がプロの味になるの。ね。そこをね、意外と知らないんだよ。全然変わる、全然変わる。ほんと、一回、あの、蕎麦つゆでも何でもいいんだけど、調味料高いの、ワンランク上、ツーランク上の手出してみて。で、調味料って減るのって1ヶ月に1回、2ヶ月に1回とかでしょ？全然コスパいいんだよ。で、普段の使ってる食材でいいのよ。そう。もう白だしとかもちゃんと使うのよ。これで味が変わるの、本当に料理。みりんとか酒とかいいやつ使って。本当に。生春巻きはタイ料理で揚げてる春巻きが中華料理になるのは理由があるのかな。あー、なんだろうな。なんだろう。え？皮が違う。皮が違うんだ。米の皮と。皮が違うんだって、米の。あ、米の皮と小麦粉なんだ。ちなみにね、春巻きって、中国人が見ると日本人の食べ方、わーって驚くんだって。あの、春巻きって、主食なんだって、これ。だから、これをおかずに、餃子とか春巻きとかおかずに、米食ってる日本人見ると服らしいよ。やべえな、こいつら、みたいな。チャーハンをおかずにご飯食ってるみたいな感じなんだって。なんだっけ、東京人の、お好み定食。お好み定食、俺賛成派なの。俺も、関東の人だから、お好み焼きでご飯なんて絶対ありえねえわと思ったの。焼きそばでご飯。そうそう、下品と思ってたの。だけど、お好み焼き屋で働いてからめちゃめちゃいいじゃんってなった。うん。それは、本格中華を食べたことないから。比較的な中華料理屋行ったらわかると思うんだけど、とんでもなく渋い、なショットグラスみたいなやつに、熱々の渋いお茶、ガンガン注がれるの。それをもうチェイサー代わりにガンガン飲むから。日本の黒ウーロン茶みたいなの5倍ぐらい濃くしたようなのを、ガンガン飲むの。だから太んないの、あいつら。うん。胃もたれもしないし。お茶がすごいんだよ、なんか。馴染みないっていうか、もう下品だね。もう関西人と大阪人、ほんと下品だわって思ってるから。あの、東京の人たちは言わないけど、心の中では大阪の人たちもマジで下品って思ってるから。でもね、食い物は大阪うまい。安くてうまいもんは関東勝てない。大阪は抜群にうまかった。もうすごい。食い物に関しては負け。勝てない。
お笑いと食い物は勝てない。東京にうまいもんなんかないから。言い方に語弊あるな。金出せばうまいものキリがないんだけど、金がないとうまいもん食えないのが東京。今ね、地方から一流のシェフとかが東京に集まるから値段が跳ね上がってんだよ。乗った半分。あ、お好み焼き定食うまいよね。京都もうまいね。京都薄味って言うけど塩分は強いんだよ、実は。みんな意外と知らないけど、塩分は関東の比じゃないんだよね。出汁をちゃんと取ってるから塩気は強いんだよ。味が薄いわけじゃないんだよ、ね、色が薄いの薄なんだよ。あれ知らなかったでしょ。薄味って ありがとう、ちょうどいい、ありがとう。薄味ってね、あれは色ですよ、色味のことですよ。マジでショックだな。春雨入れんのかよ。マジで結構ショックなんだけど俺。サンタさんって本当はお父さんとお母さんなんだよって言われるぐらいショック。ありがとうございます、ドラゴンさん。あんまりね、でもね、食ってるところ人に見せるっていうのは結構嫌なんですよ、僕。恥ずかしいんだよね。下品な気がして。あんまり飯配信やんないですね。そう。あやか、いい質問だよ。言ってあげるよ。味噌汁に具を入れるな。もう俺ばあちゃんに何回も言ったんだよ。ばあちゃん戦争体験してるからさ、おかずがなかったから味噌汁がなんか豚汁みたいなんだよ。もうある野菜全部詰め込むし、豚肉は入れるし、もうお願いだから味噌汁は味噌汁として、飲み物として飲みたいから、おかず化するのやめてくれってばあちゃんに何回もお願いした。しじみの味噌汁とかさ、シンプルなのがいいの俺は。てかしじみの味噌汁だけでいいの、しじみだけ入ってればいいの。豆腐なら豆腐、ばあちゃんのはもうわかめ入ってる、豆腐入ってる、豚肉入ってる、人参入ってる、だからもう何でも入れちゃうのよ。な、戦争汁物しか作れなかったから、昔の人だから、戦争経験者だから、ご飯と味噌汁とたくあんしかなかったから、もうあるものをとにかく汁にぶち込む癖があるんだよ。味噌汁はシンプルな方が好き、俺は。一品でいい。アサリならアサリ、シジミならシジミ、豆腐なら豆腐。なんかごちゃごちゃするとやだ。ああ、もう絶対やだわ。じゃがいも、玉ねぎ、白ネギとかもうわけわかんなくなるじゃん。ああ、ダメ。俺絶対ダメ。耐えられない。俺はっていうか味噌汁が好きなんだよ。なんか味噌汁が好きじゃない人がそういうことやると思ってるから。味噌の味大好きだから。
うまいな。うまい。嘘。俺は本当にしじみの味噌汁が大好きで、赤だしが好きで、なんかもう胃がすごい休まるんだよ。なんかこうスープを、だしが効いてる、だしをちゃんと取ったしじみの味噌汁飲むのが幸せなの。そこになんか豆腐とかグッてくると、おいってなるの、邪魔だって、突っ込んでろと、俺は飲みたいんだと、マジか。なんか薄切りされた人参とかがこうぶつかってきたら腹立つもんだよ、邪魔だっつって、マジか、具沢山派か。結構そうなんだろうな、合わないね。飯テロっつうか、まあ、な本当に苦手なんだよね。なんか下品だと思うんだよね、本当。でていうかね、なんで下品なのかよく分かってないでしょ、みんな。多分ね、俺育ちいいからなんだけど、ご飯を食ってる時に人と話すのは無礼だって教わってるのよ。だからその食べ物を口に入れていながら喋るっていうのが考えられないのよ。でもすごい配分で、絶妙な配分で、口に物を、こんだけの喋る量をやってるのに、口も物入れてる時って喋ってないでしょ、俺。卵焼きはね、それがね、しょっぱい派だったんだけど、甘いのも好きなんだよ。揺れてるんだよね、両方好き。で、俺卵焼きは実は全部だし巻き卵やる。最近は甘いだし巻き卵だね。貝の味噌汁、わかるよね。いや、まあ、貝の味噌汁に限らずなんだけど、俺はあんまごちゃごちゃした味噌汁は嫌いだね。そうさ、物を口に入れて、で、命をいただく行為じゃん。食事っていうのを。集中しないといけないわけよ。それを、なんか、ペチャクチャ喋りながら、しかも生の食い方って汚いじゃん。だし巻きの甘いのが多いね、俺は。それはね、食べ物に、とっても生産者にとっても失礼なことに感じるんだよね。だからね、あんまね、飯雑やるっていうの俺あんまやんないでしょ。なんかそれが嫌なんだよね。だから本当に許されるのであれば、本当ひたすら飯、あの、映していいですよって、カメラいいですよって、喋りませんよって言うんだったら飯雑やってもいい。淡々と食うだけみたいな、何にも喋らない食ってる時よ。それだったらありなんだけど、作ってくれた人にも失礼じゃん。そういう教育を受けてるんで、なんか生主のあの食いながらペラペラ喋るの嫌いですね。飲んだ、たびたびすいません、はい、お水ください、はい、おいしい。お茶はね、ほうじ茶が好き。ほうじ茶は本当に抜群だよね。なんだろうね、あれ。ほうじ茶ずっと飲めるわ。いや、配信道っていうか、普通に、あ、ありがとうございます。普通にね、人としてなってないと思うんだよね。配信道とかじゃないんだよ。
うん、友達でも嫌なんだよ、そういうやついたら。汚ねえよとか普通に言うもん。うん、黙って食えよとか。まあ喋ってる時に、まあ、食いながら話すっていう行為自体が好きじゃないな。もっと優しいよ。うん、配信どうではない。人としての問題よ。うん、うん、うん、男は左手添えるとダメなんだよ。あのね、これ女性だけなんだよ。こうやって食べたらおかしくなるでしょ。違和感あるでしょ。男はやっちゃダメなの。いや、そういうマナーもわかんなくなってんだよ。春巻きすごい綺麗なの。食ってる時配信回さないようにしてる。なるべく。食器に左手、え？食器に左手添えるってどういうこと？ってこと？手を下について食べる。あ、こうやってか。肘ついてこうやって食う子とかいるよね。あ、幻滅するよね。どんなに可愛い子でもこうやって食った瞬間嫌だね。あと箸でガッて食器とか寄せたらもうアウト。ああ、あれ考えられない。そうなんだよ。俺ね、食い物を食うと異性がどんな環境で育ったかわかんの。食い方っていうのは本当に親の教育なんだよ。で、ぶっちゃけて言うけど、どんなに金持ってようが、どんなに綺麗に作ろっても、食い方だけは、もう教育で、子供の頃からだから、家庭環境見えるから、アウト。本当にアウト。和食で、手皿はマナー違反らしいね。ややこしいわ。そうだよ。うん。シャワーはありだけど。うん。ほんとダメ。食い方汚い女の子とかもう付き合いやめるもん、ほんと。ほんとに友達やめる。もう付き合うとか論外だよ。友達自体やめるもん。生理的に無理ってなる。もう顔はブサイクでもいいから食い方綺麗な方がまだマシだよ。まだマシっていうかそっちの方が全然あり。うん。どんなに美人でも食い方汚かった時点で、はい、アウティーですって。うん。俺やりたいとき、俺は配信で飯食ってるから、やりたいときに、何時からとかない。で、もし、和藤の配信追っかけたいなっていう人は、フォローボタンっていうのがあるから、フォローで、フォローと通知設定っていう2種類あるから、通知設定ボタンまでやると、俺が配信幕開いた瞬間に、携帯にピコーンってなる。で、フォローっていうのは、フォローだけする場合っていうのは、ふわっちの配信サイトに飛んできた時に、おすすめの上の方に乗るようになるの。おすすめのランキングを飛び越えて、フォローしてる人が上の方に出るようになる。いや、それは選べる。通知がうざいって言うんだったらフォローだけするとか。目玉焼きは半熟だね。目玉焼きはまあ半熟だな。どうもです。
俺だけどね、気づいたんだよね。日本人はね、大豆を摂取しすぎ。大豆から作られるものを揚げていってみ。すげえ無限に出てくるから、無限ではないけど、大豆を元にした食べ物を揚げてってみ。すごいことになるから。ほとんど日本人が毎日食ってるもんだから。やばいよ。米よりも大豆食ってっかんね。ごちそうさまです。はい、美味しかった。ありがとう。超うまかった。ありがとう。うまかった。ごちそうさまです。まず、味噌でしょ。味噌大豆から来てるもんね。うん。ああ、それでいい、それでいい。うん。通知はね、オフにしていいんだよ。仕事中オフとかもできるんだ。うん。っていうか俺、彩香が仕事してんの知らなかったわ。うん。味噌でしょ。豆腐でしょ。まあ、豆腐だから豆乳もそう、豆乳もそうでしょ。で、大豆を発芽させると豆苗になるでしょ。あと何がある？納豆でしょ。醤油でしょ。あと何ある？きな粉。あと何ある？とにかくやばいんだよ。大豆をいろいろ、大豆で遊びすぎなの、日本人は。大豆で遊びすぎなんだよ。うん。もう、大豆でいろいろ遊んでんだ。あ、そうなんだ。へぇー。楽しそう。ショーパブって、ショーパブって何？ストリップ小屋みたいな感じ？ショーパブって何なんだ？いいじゃん、いいじゃん。あやかはファイナルニートだと思ってたわ、俺。働いてんな。偉いな。お薬飲みます。楽しいよね。いや、うまかったな。春巻きはやっぱうまいな。外人がショーしたりするところ。だからチップもらったら和道さんに会えて、ああ、そうなんだ。ありがとう。嬉しいわ、そういうの。うん、でも、俺が、ぶっちゃけた話、結構ね、言ってるのは、自分が稼いでる額の、100分の1ぐらいアイテム投げてくれたら嬉しいって言ってる。俺は、ぶっちゃけた話。自分が稼いでる額あんじゃん。月収。の、半分と半分も投げたら大変なことになるわ。自分が稼いでる額の100分の1を、その、俺に投げてくれたら、1ヶ月に1回だよ。その、バランス取ってだよ。それを毎回じゃなくて、100分の1を俺にくれって言ってんの。だから、10万稼いでるやつは1000円。20万稼いでるやつは月2000円落としてくれって言ってるの。それくらい、要はヘビーに見る人はそれくらいが嬉しいって言ってる。だから目安にして。うん。目安。なんかそれくらいの仕事をしていきたいと思ってるし。なんかね、結構ね、配信って舐められるんだよ、本当に。うん。あ、嬉しい嬉しい。本当、2500円くらいに。それ以上だとやりすぎだし。うん、逆に月100万ぐらい稼いでる人は1万円ぐらいくれたら嬉しいなと思ってるし。それがね、多分、一番負担にならないと思うんだよ。うん。リスナーに一番負担がかからなくて、みんなが払ってくれたらちょうどいいバランスでプロとしてやっていける額なんだよね。もちろん初見さんとかには言わないけど、ヘビーで居ついてる人はそれくらいちょっと頼むわ、みたいな感じで。うん。うん。じゃあ1ヶ月1億稼いでる人はワドに100万やんないといけないのかよって思うかもしれないけど、うん、
まあその辺はなんかうまくさじ加減やってもらって、うん、風ですね。風で、あと2日分残ってますね。2日分、風邪薬が。5日分用意されたんだよ。風邪っす、風邪っす。BJ さんいらっしゃる。あれ？ BJ ってお前アメリカの BJ か？ BJ ってお前アメリカに住んでる BJ か？俺に2年か3年ぐらい前に拳銃見せてくれた BJ か？スカイプで。合ってる？ 2,3 年前俺の違うか、すまん。アメリカに住んでる昔のリスナーさんで BJ ってやつがいたんだよね。名古屋か、全然違う。1ヶ月1億稼いでたら100万ぐらいどってことない。まあまあそうだよね、やっぱね。うん、名古屋か。新しいフォロワーさん紹介します。ドラゴンさん、ホーリーさん、フォローありがとう。昼夜逆転してるから頑張ってこのまま起きてよ。あー、一回整えた方がいいかもね。申し訳ないね。多分俺のせいだよね、それ。腰痛いのか。腰痛い？なんかリスナーさんが腰に手当ててるから痛いんじゃないって言ってた。痛いの？当ててない？大丈夫？うん。アイテムはスマホで見てる場合は、スマホの場合は、スマホで、そのアイテムのボックスが左下にあるんだよ。左下をアイテムを押して、どれか押そうとすると購入画面に飛ぶ。スマホの場合は。うん、あと、ワドウ3じゃなくてワドウでいいよ、うん。アイテムを送ろうとすると強制的に持ってないと飛ぶ。で、パソコンの場合はトップページの上の方にアイテムってボタンがあるから、アイテム購入するっていう画面が出てくるよ。ドラゴンさん。あ、でも、アイテムしても別に見返りないからね。本当に気に入った時だけでいいよ、アイテムは。あ、ワドウ好きだわっていう時だけでいい。うん。いや、ワドウでいいよ。全然いいよ。偉そうにするやつは嫌いだ。偉そうにするやつは嫌いだけど、全然フランクな感じでいいよ、ワドウで。親しみ込めてワドウでいいよ。ただ偉そうにするやつは速攻ブロックするから。態度でけえや。どんなに年上でも何でも態度でかいやつ嫌いだから俺。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。うん、ね、最初からワードでいい全然。別に年齢下でもワードでいいと思った。クリスマスね、うん、呼び、なんでか和道さんとゆいかさん同系統なんだ
彩香よ、おう、だからよ、なんでおめえ和道と一緒に住んだよ。全然違えじゃねえかよ、おい。なんで和道と一緒なんだよ。一応親しみを込めてる。あ、伝わるよ、それは。コメントの節々に。愛のないやつはね、やっぱコメントに愛がないから。うん。愛は伝わるんだよ。慕うっていう感情大事だよね。野口さんいらっしゃい、ワドツ。うん。何歳ですか？俺31だね。31。ワドーさんと名前間違えたからコメント拾ってくれなくなった。あー。あ、ドラゴンさん、ベルありがとう。ドラゴンさん、ベルありがとうございます。あざーす。結構いいアイテム買ってくれたね。結構わ、割かし高めのアイテムだね。ありがとう、頑張れよ。うん。慕うってね、すごい大事な感情なんだよ。愛するとも、好きとも違うんだよ。慕うっていうね、字はね、多分日本にしかないニュアンスだと思うよ。俺は慕うって言葉が好きだ。みんなに慕われたいね。みんなを慕いたいし、うん。いい言葉だよね。さっきゆうせいくん、あれだな、放送やってたな。ゆうせいくんと一回話したいな、俺。和道さんの配信面白い。これからもよろしくお願いします。あ、ぜひぜひフォローしてってください。ありがとうございます。嬉しいです、そう言ってもらえると。あ、ゆうせいくん放送終わったね。うん。一回がっつり見てみたいな。なんかゆうせいくんがフォローしてくれて。多分めっちゃ有名なホストなんだよな、歌舞伎で。確か。俺聞いたことあるもん、ゆうせいって名前。超有名ホストだと思う。ほんとホスト業界でトップ取ってるような子。うん、配信者と、配信やってるのは知らなかったんだけど。なんかゆうせいくんのフォローしてる人俺しかいなくて、なんだろうと思って。彼ちょっと気になるね、普通に。ゆうせいくん。話してみたい。俺さ、この前にもタイトルに書いたんだけど、飲んだ水ちょうだい。ありがとう。気になるよね。超有名人だもんね。くっそイケメンだよ。あんな顔に生まれたらもうモテモテですよ。モテモテ。初見さんいらっしゃい。アリサさん。ありがとう、コメント。楽しんでて。おっさんの枠だけど。あ、どうだった？白くんでしょ。多分。白だかコッペだか。どっちかだね。配信極めてえなあ、ほんと。ほんとにうなちゃんまんみてえになりてえなあ。配信極めたい。コッペか。どうだった？コッペ。コッペはね、実力あるんだけど、今ほんとドスランプなんだよ、今。あいつハマったら面白いよ。だからもう何やっても今ダメ。なんかね、面白スイッチどっかになくしちゃったんだよ、あいつ。コッペ。あいつ面白かったんだよ、そこそこ。コッペ昔ね、そこそこ面白かったよね。別に見れる配信者だったよね。なんだろうな、あれ。ほんとドスランプにハマってて、なんとか抜け出してあげたいんだけど。フワッチやってるよ、ゆうせいくん。やってるやってる。やってるよ、探してごらん。三浦ゆうせいくんだっけ。すげえイケメンだ。面白かったなんて想像できないでしょ。面白い、別に俺好きじゃないけど、ファン層はいたんだけど、まあでもそういうことだよね。結局おもちゃにされてたんだよな。スランプだよね。
有名なのは郵政で、ふわっちの郵政じゃないと思う。あ、そうなんだ。違うんだ。ありがとう、匿名さん。あ、そうなんだ。歌舞伎町でめちゃめちゃ有名な郵政って人いるよね。この人だと思ったんだよ、俺。初見さんいらっしゃい。楽しんでて。トツ見てきましたって言ったら、あ、昨日さ、言われたことは正直何とも思ってないよって言ってた。あ、ダメだわ。ダメだね。結構甘やかしてコラボとかもやったんだけど、これ一回強く言わねえとわかんねえなと思って。全然ダメだ。多分潰れるな。本気になって言ってんのに本気で聞かなかったら意味ないからね。あ、いや、キャスの三浦雄星くんと同じ人だよ。ただ俺が話してた、その、歌舞伎町で超有名なホストの雄星とは違う人だよって言われてる。酒飲んで酔ってたから、かけたんだよって言ってた。あー、ダメだね。ダメだわ。変われねえわ。あ、そうなんだ。有名だよね。シロさんいらっしゃい。歌舞伎町で雄星って名前有名だよね、めちゃめちゃ。もうほんとトップに君臨してる人だよね。それではないのか。その人かなと思ったんだよね。違うか。じゃあ俺の勘違いだったんだ。でも、三浦雄星くんも結構有名なホストらしいよ。結構売れてる子らしいよ。あ、今やってないんだ。やればいいのに。あれは才能だよ。あんだけ顔いいんだから。やるべきだよ。あのね、本気で先輩の、要はね、本気で言っても変われないやつは変われないんだよね。だから他人と過去は変えられないっていうのはこういうことなんだよ。でも、全部自分に返ってくるからいいんじゃね？正直。要は、自分の実力から目そらしてたら終わりだよ。俺だってアクティブゼロの頃なんかあったって。ほんと死のうかと思ったよ。マジで。3年やってアクティブゼロだからね。マジで死のうと思って。3日間アクティブゼロよ。マジで死んだ方がいいなと思った。でもね、そこで踏ん張れなかったら今ねえかんな。いや、今に満足してないよ。ほんとまだまだ、もうほんとに、初歩の初歩でさ、まあ、空手で言ったらやっと黒帯になった初段だよな。正直言うと。やっと認めてもらえたぐらいの初段。空手やってるんだなっていうぐらいだよ。強いわけじゃないから。上にはまだ切りねえほどいるからさ。登り詰めていきたいよね。レジェンドまでいけるかね。レジェンドまでに。20分見たら楽しいよって言われて30分見たけどクソだった。まあそういうもんだよね。もう見ないって思われたらアウトだから。また見たいって思わせないと。少しのプラスでいいの。100点取らなくていいんだよ、配信者。配信者は3点でも5点でも10点でも大正解なの。少しだけ気に入ってもらえればいいの。次見てもらえるから。ただね、マイナス点取ったらもう二度と見てもらえない。2年かかるよ。一度嫌いって言われた配信者に、あ、リスナーさんが嫌いって判断したら2年は見ないよ。ずーっと残るから。ずーっと残る。みんなもそうでしょ。嫌いって思ったらもう二度と見ないでしょ。神回起こしてやっと見るぐらいだから。片手間感あるよね。舐めてるよね、あいつ。ほんとそれ思う。イラッとするね。リピーターにならないと。遊びじゃねえんだぞっていう。なんかね、別にいいの。趣味でいいの、配信は。趣味でいいんだけど、金もらいたいと思うんだったら、プロ名乗るわけじゃん。少しでもお小遣い稼ぎたいと思ったら、プロなんだよ。舐めんなよって本当にある、俺は。金もらうってそんな甘くねえかんなっていう。新しいフォロワーさん、ヒロちゃんフォローありがとう。ワンタロウはまあ、まあまあ、あいつはいいよ。ワンタロウは別に、これから伸びると思ってるね、ぶっちゃけた話。ワンタロウは。
意識してるマインドセットある？だからまあ、この前もちょっと話したけど、あんまりリスナーさんにはさ、あ、なんか、おごり高ぶってるなって思われると嫌だから言わないようにしてるけど、10万人アクティブ。俺には10万人のファンがいるんだっていう気概でやってるけどね。ハートプレゼントありがとう。10万人を目の前にしてる感覚っていうのは常に持ってるかな。イメージとして。ないよ。全然ないよ。だけど、そこは忘れないようにしてる。うん、俺には10万人の仲間がいるっていう、うん。何でもできるっていう感覚かな。それくらいの気概でやってるけど。ハートプレゼントありがとう。やっぱそこ目指してやってるわけだから。うん。それはあるかな。まあ、前面には出さないけど、イメージとしては持ってるかな。薬が効いてきたな。薬が効いてきて眠い。うなちゃんマンみたいな配信者はいないかなと思ってたのですが、和道さんの配信面白いです。配信会も大変だなと思いますが、これからも和道道を貫き通して頑張ってください。まあ、道なんて大したもんないけどね。うん。なあ、でも、なんか、やっぱ、型はできてきたよね。だんだん。人の真似じゃダメなんだと思ってさ。俺も最初はね、いろんな人の配信パクってたの。だから、なんつうんだろう。いろんな人の配信見て、あ、いいなと思ったらモノマネしてたのよ。おい、なんだよ。お前よ、見ろよ。あ、いいだろ、これ。おい。バカ、お前、そんな安いもんじゃねえよ、お前。知らねえの、お前。にわかだな、バカが。お、いいだろ、おい。ってやってたの。でもね、やっぱそれじゃ通用しないんだよね。自分らしくやるのが一番正しいんだよ。自分らしくやるのが正しい。配信。自分を突き詰める作業だから、ベルありがとうございます。ドラゴンさんありがとう。やっぱね、モノマネはね、やっぱモノマネなんだよね。二番煎じだから自分らしくやるのはね、自分にしかできないから一番難しいんだよ。まあ、うなちゃん戻ってきてほしいけどな。シミだもん、見るもんなくて困ってるんでしょ。じゃあ放送これで終わりにします。皆さん長い時間お付き合いいただきありがとうございました。残り1分で終わりにしたいと思います。また明日も配信するんで、休みなんで、3連休なんでね、ぜひ見に来てください。お疲れ様でした。ありがとう。じゃあね、90名さん。またね。ありがとうね。お疲れ、ハートありがとう。うん、あやかおつ、みさきちゃんおつ、みさきちゃんありがとう。なおちゃんお疲れ。ありがとうね。小田井さんお疲れ。ありがとう。あめちゃんお疲れ。うん。ドラゴンさんどうも。また見に来てください。ありがとうございます。ドラゴンさんフォローしてね。パンツァフォーいつもありがとうね。うん。アイテムいっぱいありがとう。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。